はいどうも、ナビゲーターギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、アルコールインクアートのインクの広げ方についてご紹介できればなと思っております。今回使う画材はですね、前回紹介させていただいたですね、アルコールインクアートのスターターキットの中からですね、まあこちらの画材を使ってやっていこうかなと思っております。ぜひですね、前回の動画見ていただければですね、どんな画材かっていうのは詳しく解説させていただいてますので、よかったら概要欄からご覧ください。ではね、早速ですが、インクの広げ方なんですけども、今回はですね、大きく3つご紹介させていただければなと思っております。1つ目はですね、もう定番中のやり方でございます。まず1個目のですね、インクを入れた後に、こちらですね、0番のカラーレスブレンダーっていうインクをですね、入れていきます。ではね、もう早速ですがやっていくんですけども、どんな感じでするかというとですね、まあ1つ目1滴だけ垂らしていきたいと思います。この紙にですね、3つねご紹介できればなと思うので、ちょっとね、うまくいくかわかんないんだけども、左端からやっていきます。一滴だけまずはですね、このような形でですね、インクを注いであげて、そしたらですね、もう次に乾く前にですね、0番を入れてあげます。まあ、数滴入れてあげるといいかなと思うので、今回はですね、まあ、2滴でいいかな、2滴ほど入れさせていただいたら、あとはこちらのですね、僕が使っているドライヤーのですね、冷風でまあ風を送ってあげると、このような形でですね、まずはインクを広げるときは、ドライヤーの風をですね、直接インクにかけてしまうとですね、インクが飛び散ったりしてですね、綺麗な模様ができにくくなっちゃうので、できるだけですね、外側からインクにですね、当てていく間接的な当て方をイメージしていただければいいかなと思います。でね、こんな感じでですね、丸をですね、できるだけ綺麗な丸ができるように、まずはインクの広げ方はね、やっていただければいいかなと思います。ではね、次なんですけども、次は1番目にやったらですね、こちらのインクをですね、後から注ぐやり方でございます。まずはこちらの0番をですね、まずかけていきます。まあ、数滴入れてあげて、今3滴入れたんですけども、その中にですね、こちらのインクをですね、乾く前に入れてあげると、まあ、こちらで、ね、1滴だけ、まあ、2滴ぐらい入れましょうか。2滴入れて、あとは同じようにですね、冷風で風をですね、内側からまあ外側にかけて当ててあげるっていう感じですね。まあ、こんな感じで当てていただければですね、まあ、綺麗に丸にはなっていくんですけども、これはですね、僕的には一番最初のやり方の方がやりやすいかなって正直思います。まあ、こんな感じでですね、コピックインクはですね、すぐ乾くんですけども、見てください、一番最初の時はですね、まあ、外側の面っていうのもですね、綺麗になってるんですけども、2つ目ですね、カラーレスブレンダーからインクを注いだやり方では、ちょっとですね、ギザギザ模様になってしまったっていうのがですね、僕のちょっと敗因かなと思っておりまして、でもですね、違いが皆さんわかるかわかんないんですけども、この辺がですね、ふんわり仕上がってると思いませんか？どうですかね。この辺がまたですね、あのインクを先に注いで0番と0番からそしてインクを注いであげるっていうやり方ではですね、模様の種類が変わってくるので、これのね、使い分けでもですね、結構綺麗な模様ができるんじゃないかなと思っております。そして最後なんですけども、次がですね、インクを乾かしてから、こちらのインクですね、これを乾かした後に0番を注ぐやり方でですね、最後締めたいと思います。じゃあね、ちょっとやってみたいと思います。まずは1滴注ぎます。こんな感じで注いであげたら、次はですね、ドライヤーで乾かしてあげるんだよね。これもですね、同じようにこんな感じでですね、外側から内側に当ててあげればですね、綺麗なね、円を描くことができます。これね、あの数滴垂らすのと1滴垂らすのじゃですね、全然やっぱり分量っていうのが変わってくるので、違う模様ができてくるので、まずは1滴ずつ垂らしてみて、どんな模様ができるのかっていうのをですね、練習していただくとですね、自分が描ける模様に近づけるんじゃないかなと思います。そしてですね、次に0番を注いであげるっていうことで、インクが乾いたらね、0番入れてあげてください。じゃあちょっと1滴垂らしてみて、こんな感じで垂らしたらですね、次はまあ風をね、同じように送ってあげるんですけども、外側に向けて風を当ててあげるっていう感じのですね、やり方があるんですけども、全然うまくいきませんね。これがですね、難易度的に一番むずいかもしれないなと思いました。今1滴だけでですね、カラーレスブレンダー入れたんですけど、ちょっと2滴入れてみましょうか。2滴、1滴、2滴入れてみて、こんな感じでですね、まあ、風を当ててあげると、まあ、ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけども、まあ、薄くなるよっていうのがね、見ての通り分かると思いますし、こっちのですね、2つと比べると、ラインができてるのが分かるかなと思います。こんな感じでですね、まあ、今までなかったような線が入ってくることによってですね、また違う模様ができるっていう感じでございますね。まあ、今回ですね、このような形で3つご紹介させていただいてるんです
ですけども、3つ目がやっぱ一番むずいかなと思います。やっぱ風の当て方がですね、若干ね、今までやってきたやつとやり方が変わってくるので、これがですね難しい部分になるんじゃないかなと僕は思っております。けどね、この3つ目がですねうまくできたら結構ですね、僕は何でも模様が描けちゃうんじゃないかなと思っております。ぜひ練習皆さんねしてみていただけるとですねいいのかなと思います。はい、こんな感じでですね、今3つご紹介させていただいたんですけども、まず最初にやったのがインクを注いだ後に乾く前にですね、その次に0番を入れてあげるやり方が左側のやつでございますね。そして2番目にやったのが0番を注いであげてから次にインクを注いだやり方でございます。これもですね乾く前にやっております。そして3つ目が一番難しかったんですけども、インクを乾かした後に0番を注いであげるやり方でございます。これはですね、まあ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 って感じなんですけども、一番ですねやっぱりおしゃれな模様って言えば最後になるのかなと思いますし、今までですね1番2番でやったよりも綺麗にっていうか、このラインがですね、まあ美しくなっておりますし、この模様をですねうまく自分なりに操作できるようになれば、めちゃくちゃ可愛らしい美しいデザインになるんじゃないかなと思っております。今回ね、インクの順番ですね、入れる順番を変えるだけでですね、こんなにも表現方法が違うんだっていうのがですね分かったんじゃないかなと思っております。僕もですねまだまだアルコールインクアートは初心者ですけども、皆さんと一緒にですねこのような形で動画でお伝えすることによって僕も学んでますし、初めましての方もですね何かしらですねアルコールインクアート始めようかなという背中を押せるような動画になってれば嬉しいなと思っております。ということでね、今回はこのような形でですねインクの広げ方をね皆さんと一緒にですね楽しんできましたけども、また明日以降もですね最高のアートの世界で皆さんとお会いできればなと思います。僕的にですね難しい順番としては1番2番3番ということで、3番が一番難しかったかなと正直僕は思っております。まあ一番最初のねインク、そして0番やるやり方っていうのは一番ノーマル的な定番中の定番なので、これは本当に一番最初に練習した方がいいかなと思いますし、まずね綺麗に丸ができるとこからですね、まあ始めていただけるとアルコールインクアート楽しくなるんじゃないかなと思っております。まあ正直ですね、今言ったやり方を全部真似する必要はなくて、自分なりのやり方でですねやっていただければ嬉しいなと思います。まあ他にもねやり方がありまして、0番をたくさんここにかけて、その後にインクを注いでですねこういう感じでですね動かしてあげる、紙をね動かしてあげてにじませる方法とかもあるんですけども、今回はですねこのような形で、まあ、3つだけ、まあ、定番中のやり方かなっていうものをご紹介させていただきました。ぜひ皆さんと一緒にですねこれからもアルコールインクアートをね楽しんでいければなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。ぜひですねまずは皆さんインクの広げ方や練習してみてはいかがでしょうか。では皆さんまた明日、バイバイ、ありがとうございました。 Thank you、 バイバイ。